週刊レディオシード、週刊レディオシード、通称ラジダネ、ガンダムシードの情報種まきバラエティ番組ラジダネ。こんばんは。この番組のパーソナリティ豊口めぐみです。そして私と一緒に番組を進行してくれる今週のウィークリーパーソナリティはお便りいただいてます。シードネームのカノンさんからいただきました。皆さんこんばんは、ラジダネマッハ楽しく聞いてます。そこでぜひカガリウラ朝役の新藤直美さんにご出演願います。あのヒロインにもうクラクラな私にお情けをということで、はさぎあゆかさん、モビルスープさんポテトさん、かがり専用ストライクガンダムさんなどなどたくさんの方からいただきました。ということでオーブのプリンセス、聞き分けのないおバカさん、バイエリカ、かがり浦アスハイ役の新藤直美さんです。バカとはなんだバカとは。こんばんは、かがり浦アスハイ役の新藤直美です。どうもどうも、初でございます。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、イベントの時にもですね、はい、新藤さんにはですねぜひ出てくださいっていう話をしましてですね、そうなんですよね、やっと回ってまいりましたよ、念願かなって、ね、よろしくお願いします。かがりですよ、ね、私ねイベントのね、はい、イベント来てない方には分かんないと思うんですけど、うん、イベントの時に、お配りしてた、全員じゃないですけど、はい、配ってたのパンフレットに、パンフレットね、はい、アンケート答えたじゃないですか。そうですよね、それで、はい、キャラはね、好きなキャラはかがりですって書いたの。ありがとうございます。私かなりお気に入りなんです。ああ、もう非常にありがたいことでございます。地球編でね、ねえ、そうそうそう、大活躍なのか。いや大活躍ですよ。なんかヘッポコなんでね、あの本当に自分で言うな。自分で言うな。もうさあ、前回ですねウィークリーパーソナリティを担当してくれましたアスランザラ役の石田明さんからメッセージを預かっています。ちょっとこちら聞いてみてください。かがり、俺この入り方、うん、今度任務に空きができるから会わないか。はいつもの場所で。はもちろんラクスには内緒だよ。このさあ待ってるから。あの息混じりな感じは何ですかこりゃ。姫事だから、はあ、ラクスには内緒だからちょっと聞かれないように、ね、いやらしい、ちょっと赤面しちゃいました私柄にもなく。なあなんじゃこりゃ、いつもの場所ってどこだよみたいな。よもうね石田さんはおもろい。はあ、面白いですよね、本当あの方。イベントとかも全開でしたもんね。やばいよ石田さん、ね、もう非常に私も楽しませていただきました、一緒におしゃべりさせていただいて。じゃあぜひね、あの姫事を、姫事をね、じゃあいつもの場所で、いつもの場所で今日向かいます。そこに本当に向かってみます。はい、続いてはシードの世界を独自の視点ですっぱ抜き、あくまで真面目にお伝えするこのコーナー、シードニュース X。
三大の提供でお送りします。週刊レディオシード。戦いとは常に先を読んで行うものだ。月刊化スタート、ガンダムエース6月号絶賛発売中。安彦義和ガンダム G オリジンはマクベ登場。空の石民や富野監督対談シリーズも新連載。付録はアルミ製オリジナルタグ全12種類。おかげで12冊も買ってしまった。アニメ見るならアニマックス。アニマックスは開局5周年、機動戦士ゼータガンダム、ダブルゼータ、さらに単鋭ガンダムテレビシリーズがついに登場。ガンダム見るならやっぱりアニマックス。お問い合わせはスカパーカスタマーセンター 0570-039-888、 またはお近くのケーブル局へ。コズミックイラ70、この戦いが DVD で登場。初回限定特典として全巻購入して揃えるとトランプとして遊べるシードスペシャルトランプが封入されてるんだ。 DVD 機動戦士ガンダムシード絶賛発売中。ラジダネ。週刊レディオシード、略してラジダネ。改めましてこんばんは、新藤直美です。はい、こんばんは、手口めぐみです。さあ、南の国で柱に縛られたり、はい、南の国雨の中に放置されちゃったり、ねね、こう胸って下ちっちゃっと見せたりとかね。本当に大サービスですね。いろいろありましたけれども、はい、まあ、この時私はあの話はすごい好きなんですよ。いい話でしたよね。いい話でしたよね。なんかこうガンダムらしくないっていうか、うん、こうバトルもないし、そうそうそう、ね、なんか本当に2人だけしか出てなかったんじゃないかぐらいのね。そう、うん、音楽とか映像も結構綺麗で、曲よかったね。あのかがりのね、マクナレッサーの歌もようございましたよ。いい思いをさせていただきました。まあ、そしてですね、そんな新藤さんを質問攻めにしちゃいましょうということで、はい、新藤さんに10の質問ストライク。リスナーの皆さんからいただいたお便りを元に作成した、はい、新藤さんに聞いてみたい10の質問を一気に出題しますんで、テンポよくお答えください。テンポよくです。準備はよろしいですか？はい、はい、いいですか、はい、それでは新藤さんに10の質問ストライク、プレイボール。シードの男性キャラで付き合うとしたら誰？ラウ。お、自分の好きなところは？ブラックなとこ。嘘、見たことないぞ。自分の嫌いなところは？体力のないとこ。お、絶対に勘弁という食べ物は？納豆。あ、そう、はあ。寝る前に必ずすることは？柔軟。お、健康的。マイブームは？焼酎。おい、今一番欲しいものは？パソコン。ズバリ子供の頃の夢は？ペットショップの店員。あ、初恋はいつ？小学生。あ、ドキッとする男性の仕草は？髪をかき上げる仕草。あ、定番だな。なるほど、はい、ということで、10の質問ストライク、いろいろお聞きしましたけれども、はい、ラウね。ラウ、私ね、なぜですか、あの仮面の男は。神秘的な人って好きなんですよ。あ、そうですか。なんかほら、謎じゃないですか、うん、すごい謎、ね、意味わかんないでしょ。で出てきてなんかもうしばらく語られないままずっといなかったみたいな。そうそうそう、ね、あのね、奥の見えない感じが好きなんですよ。別に仮面好きとかじゃないんですけど、あの仮面の奥は一体どうなっているのか。そうそうそう、謎ですね。そうなんです。あ、それブラックなところ見たことないんです。本当ですか？ブラックだから隠してるんですよ。でも好きなのなんでしょ。ぜひブラックなところも全開で言ってほしいですよ。さあさあ、次行きましょうか。続いてはこんなコーナー行ってみましょう。シードクルーの悩みの種、一刀両断。はい、このコーナーは皆さんの悩みの種を一刀両断。その前にですね、ちょっと一通メールをいただきました。これはですね、シードネームレオナさんからいただきました、はい、ラジダルの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、この前ミリアリアとキラに一刀両断していただいたおかげで、クラスの全員とまではいきませんが、たくさんの人と友達になりました。毎日がとても楽しいです。本当にありがとうございました。これからもたくさんの人を一刀両断してくださいということで。へえ、すごいですね。4月の頭ぐらいですかね。ですね、あの お悩みをいただいた、あの友達を作るにはどうしたらいいでしょうっていう子でしたね。なるほど、私たちの一刀両断のおかげで
聞いたんですね。聞いたみたいですね。すごいですね、一刀両断。すごい自分万歳っていう感じで、皆さんのおかげですよ。皆さんが頑張ったおかげですよ。そうですね。でもそれぐらいありがたいコーナーです。ああ、はい、責任重大な感じで、いやそんなことないです。本当ですか？そんなこともある。はい、あれ、ガンダムシードのキャラクターが直接答えてくれるというありがたいコーナーです。はい、今日皆さんの悩みの種をバシッと一刀両断するのは私ミリアリアバウト、ガガリユラアズバだ濁りっぱなしの方で濁りっぱなしです。はい、はい、それでは早速ご紹介しましょう。はいはい、今週のお悩みくるはこの方、シードネームプニプニさん。はい、ですね、僕はつい先日、うん、女の子から告白されたのですが、いいじゃん、ね、その子のことは、うん、あんまり好きじゃないので、あらそうなの、断りたいと思っているのでどんな風に断ったらいいかアドバイスをください、だそうです。贅沢じゃないの？贅沢ですね。贅沢だよね。一応悩みなんでしょうかね。悩みなんじゃん。贅沢が悩みでございます。まあ世の中にそういう贅沢な方もいっぱいいらっしゃるということで、そうですね、ね、どうしたらいいんだろうな。でも好きじゃない人だったら、まあでも女の子的な立場から言ったらどうなんでしょうね、うん、はっきり断ってもらった方がいいんですかね。どっちタイプですか？私はね、やんわり、もし自分が男の子だったら、うん、やんわり断るんですよ。あ、そうなんだ。女の子だったらどう断られたい？断られたいのは、でもはっきり言われないとわからないですよね。そうですよね。でもほら、相手を傷つけちゃいけないかなって思うから、こう、そう、もううまくあれですよ、プニプニさんのマジックでフォローですよ、ねえ、うん、こう物は言いようだと思うんですよ。そう本当に言葉をうまく使ってね。そう、うん、だと思うんですよね。はい、じゃあこの辺で一言アドバイス言ってみましょうか。準備は OK ですか、かがり？はい、あ、はい、一言アドバイス、一言で、あ、それではどうぞ。大人になれ、はっきり断りなさい。今ちょっと意味わかんないから大杉とピーコみたいな、はっきり断りなさいみたいな。いや、あのねあのやっぱり曖昧は良くない。あ、じゃあ別にそれで避けたりするんじゃなくて、うん、今まで通り変わらないように、でも別に恋人同士にはなれないんだけれども、あ、うん、でも友達は友達だからね。まあまあ私も同じようなことです。ラブではない、ライクなんだと。そうなんかこう、ほら、相手を傷つけないように何か方法はあるはずだと思うんですよ。そうだから、まあ例えば私だったら、今付き合ってる子がいるんだと言って断るね、うん、嘘嘘嘘今ハスミ構えた、嘘だけど、おもろい、おもろい。そう大人な気持ちで、優しい嘘はいいんですよ。そうあの、人を傷つけないっていうことはとても大事だと思うんですけども。プニプニさん頑張ってくださいね。はい、頑張ってください。はい、まだまだお悩みお待ちしております。玉木奈美さんでビリーブでした。イージス、ブリッツ、そしてストライクガンダム、駆け抜けたあの戦場が今よみがえる。激動の時代コズミックイラを君は生き延びることができるか。バンダイプレイステーション2専用ソフト、機動戦士ガンダムシード、2003年夏発売予定。12機種4000以上のタイトルを引っ提げて電撃裏技王今年も登場。 FF102、 新三国無双3、スターオーシャン3、ゼルダの伝説、あらゆるゲームの裏技、お得技が満載。電撃裏技王2003完全版好評発売中。君に電撃。ラジダネ、ガンダムシード特ダネ情報。続いてガンダムの新着グッズ情報やガンダムシードの情報の種をお届けするコーナーです。はい、今日紹介してくれるのは種まきスト4号、ガンダムエースのドジッコ、巨乳でおなじみのアイタンです。アイタンです。巨乳はやめてください。羨ましい。羨ましい。すごい巨乳。本当にすごい巨乳でね。思ってる方がこっちゃうもん。見てみて。今日はどんな情報の種を持ってきていただいたんでしょうか。の前にちょっと待って。ちょっと編集長どうしたんですか。まだあんとまた最近サボりすぎサボりすぎ。ちょっと今日はですね、あのクラブムーの方にクラブムー行っちゃったみたいで、連れてっちゃったよ、連れてっちゃったみたいで、クラブムーに行ってしまいました。しょうがないな。そうですね、はい、しょうがないということで、はい、今日も私アイタンがやってきました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、ですね、月刊ガンダムエース6月号が、580円で大好評発売中。はい、ということで、はい、でですね、
ね、今回は付録にガンダムエースの各漫画家さんが描かれましたアルミプレートが付いています、はい、そんな感じなんですけれども、実はこれ12種類ありまして、どれが封入されているのかはちょっと開けてみないとわからないということで、はい、とりあえず12冊買っていただいてコンプリート目指してください。でですね、応募者全員サービスというのもやってまして、はい、で A コースではガンダムジオリジンのチェスピース、うん、で B コースではガンダムシードアストレイのレッドフレームのチェスピース、うん、そして両方が手に入る C コースから選べます、詳細は本誌をご覧ください。はい、ということでこれからも月刊ガンダムエースをよろしくお願いします。これは買い応えありますね、結構、ね、はい、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。はい、これからもラジタネだけにこっそりとレアな情報持ってきてくださいね。はい、種まきスト4号ガンダムエースの、ガンダムエースのドジッコ巨乳でおなじみのアイさんでした。どうもありがとうございました。CM の後もまだまだ続く。発売間近の U タイプ6月号総力特集は機動戦士ガンダムシード、7人のイラストレーターが描き下ろした10機のガンダムが勢揃い、キラたちキャラクター対決と新しいオープニングカットも存分に見せます。そして別冊付録は最新イラストまでをたっぷり収めた新世紀エヴァンゲリオン 1000% コレクション、ニュータイプ6月号10日発売。美しいな。はい、とても美しゅうございます。そこまで分かっていてなぜこのガンダム T シャツを手に入れん。コスパ全国に6店舗、渋谷、新宿、秋葉原、名古屋、大阪、福岡、あ、ここはネオ香港です。ならばコスパダイヤル 03-3770-3699 じゃ。シュンさん、ラジダネ。シュンさん、ラジダネ。シュンさん、レディオシード。ラジダネ。週刊レディオシード、人呼んでラジダネ。ここでテレビアニメ機動戦士ガンダムシードの次回予告です。次回のテレビ放送は第31話、慟哭の空。更新が途絶え行方不明となったキラとトールに MIA の認定が下される。リンの攻撃を前にピンチを迎えたアークエンジェルは2人の捜索を断念し、戦闘空域からの離脱を最優先させることになる。一方、連絡を受け救助に向かったオーブ軍、島に降り立ったカガリたちだったが、その激戦の跡地で悲しい現実を知ることとなる。テレビアニメを見てラジオを聞く、これで機動戦士ガンダムシード思いっきり楽しんでください。ラジタネではガンダムシードの声優さんへの質問、お悩み相談、その他番組の感想などを募集しています。すべての宛先はおはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪週刊レディオシード、メールはすべて小文字で seed@vstation.net seed@vstation.net です。質問の種、悩みの種などコーナー名を明記してくださいね。といったところで、あっという間にラジダネエンディング。はい、はい、でございました。はい、お世話様でした、ね、どうでしたか30分ね。え、楽しいですねこの番組。ねえ、皆さんのおかげで楽しい番組になりつつあるレディオシード、ね、はい、来週の放送も盛りだくさんな内容でお送りしていきたいと思います。はい、来週のウィークリーパーソナリティも今週に引き続き新藤直美さんに、そうですね、していただいてやりたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そして、現在出演交渉中のパーソナリティの方は、ダウフクルーズ役の関俊彦さん、そしてマリュー・ラミアス役の三石小太郎さんです。はい、どなたがいらっしゃるんでしょうか。皆さんリクエストや質問の種を春のごとく量産してくださいねはい、それでは皆さん今日はこの辺で、はい、来週のこの時間にまた会いましょう。はい、お相手は新藤直美と豊口めぐみでした。 See you next week。 またね。週刊レディオシード、この番組はビクターエンタテインメント、バンダイビジュアル、ソニーミュージックエンタテインメント、角川書店、メディアワークス、コスパ、バンダイの提供でお送りしました。